まあ、剣道家チャンネルです。今日から法政大学の自主法政祭というのが始まっておりますので、やってきました。今ちょうど正門のところがなんか大掛かりな工事をやっているようで、入り口が分かりませんでした。ということで、右脇の方から入ってきたんですが、こちらでは東智さんのコーヒーを販売されていました。いっぱい100円ということでした。まあ、ちょっと私は今この国名を失念しておったんですが、インドネシアから独立した国だそうで、まあ、おそらくこうしたことをやってみなさる方はですね、フェアトレードの関心があってやってるんだろうというふうに思います。私はこのフェアトレードという名前を前から知ってるのは、インターン生の初期のインターン生がこうした事業で活躍してて、現在も頑張ってるからです。今日は法政大学の自称制裁にやってきました。本来は私のインターン生をスカウトするためです。この後上の方の会に行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。いただきます。